じゃあこの伝統っていうのはそんなに昔からのものではないそしてまた相撲としての格式なり国技ということを強調するためにむしろこうナショナリズムを高揚させるために女性を排除していったということを <laughs> から特定の信仰を持つ人だけのものではない国民的な行事そこに えー、もう男性女性というその伝統で、えー、排除するで私は中で、ね、やっぱり大相撲だけが相撲だけがね一切こう変わらずますます後退していくというのは理解できない。